しゃみ、鼻水で面から、いひびが続く上に、最近では果物を食べるとなんだか喉が腫れたり、イガイガしたり。そんなダブルパンチの苦しみ、杉ではない花粉の仕業かも。例年の 1.2 倍と言われる今年の杉花粉の飛散量。くしゃみや鼻水、目のかゆみが止まらず、薬とマスクが手放せない人も多いだろう。日本では5人に1人が杉花粉症と推定され、まさに国民病とも言えるが、実は近年、杉以外の花粉に苦しむ人が増えているのだという。今年、東京都内では2月上旬から、杉花粉の飛散が本格的に始まりました。それより早い時期から、鼻水やくしゃみ、目のかゆみなどの症状が続いているという人は、ハンノキ花粉症にも罹患している可能性があります。私のクリニックにも、このアレルギーを発症されている方が年々増えている印象です。そう話すのは、長倉耳鼻咽喉科アレルギークリニック院長の長倉仁先生。NPO 花粉情報協会の理事を務め、花粉シーズン中は毎日、自身のクリニックのホームページで杉、ヒノキの花粉飛散情報を公開している。ハンノキ花粉症とは、カバノキ科に属する植物であるハンノキの花粉に反応するアレルギー疾患。ハンノキは全国に分布し、例年、杉より少し早い1月から花粉の飛散が始まり、4月頃まで続く。ハンノキ花粉症が杉花粉症と比べて厄介なのは、リンゴや桃などバラ科の果物や特定の野菜を食べると口の粘膜や喉がかゆくなる口腔アレルギーを起こしやすいことです。花粉への反応が敏感な人はアナフィラキシーショックを起こし、重篤な状態に陥る恐れもあります。アレルゲンである豆乳を飲んで喉が痒くなったと訴える患者さんにアレルギー検査を受けてもらってハンノキ花粉症と判明するケースもあります。長倉先生、いかどう一見関係のなさそうな花粉症と食物アレルギーだが、どのようなつながりがあるのだろうか。花粉に含まれるタンパク質と食物のタンパク質の構造が似ていると、食べた時に体に花粉が侵入したと認識してアレルギー反応を起こすのです。この口腔アレルギー症状を伴うのはハンノキ花粉症患者の約5割で、花粉飛散時に症状が悪化するという報告があります。兵庫県神戸市の六甲山麓には過去にハンノキ属の大林節が多く植林されており、周辺ではハンノキ花粉症に悩む人が多いという。最近では住宅街に植えられることが多く、自宅周辺に大林節が見られるという場合は要注意だ。ある論文では、スギ花粉症患者の 20% がハンノキ花粉にもアレルギー反応を起こすと報告されています。スギとハンノキは花粉の飛散時期が重なっている上、くしゃみや鼻水といった症状に関しては同様です。そのため、スギ花粉のアレルギーだけを調べて、ハンノキ花粉症を見過ごしているケースも多いと考えられます。アレルギー反応が起きるのは、食後およそ15分以内。ハンノキ花粉症の人が気をつけたい、主なアレルゲンは次の通り。果物、リンゴ、桃、イチゴ、サクランボ、ビワ、梨、キウイなど、大豆、豆乳、豆もやしなど、野菜、人参、セロリ、ジャガイモ、トマトなど。ナッツ類、ヘーゼルナッツなど、これらの食物を食べるたび、次のような症状が出るという人は、ハンノキ花粉症に要注意。リンゴを食べたら、喉がピリピリした。桃を食べたら唇が腫れた。さくらんぼを食べたら口の粘膜がかゆくなった。もやし入り焼きそばを食べたら口の中にイガイガした不快感を感じた。
豆乳を飲んだら咳が出て喉が腫れた。小さな子供の場合、口の中の不快感をうまく表現できず、大人に好き嫌いとして片付けられてしまうことがある。食後に何か訴えるようなら、よく観察することが大切だ。